皆さんこんにちは。こんにちは。選挙戦もいよいよ最終盤、投票日まであと3日となりました、はい、本日は三条鶏飯に来てこちらから中継を行いたいと思います。はい、私たちが今日実はペアルックで着ているこれ T シャツ、どうです、似合いますでしょ。これどうでしょうか、山本くん、この T シャツは何でしょう。はい、そうですね、いやペアルックとかじゃなくてですね、今日本共産党は拡散部という、はい、ゆるキャラに実は手を出し始めまして、これもその拡散部ということで、うん、日本共産党の政策をこう分かりやすく伝えるということで、今老若男女問わず大人気やということで、若い人も、うん、ちょっと年配の方もみんな着ているという、はい、いいですよね、そういうね、このピンクが結構ね、はい、目立っていて、うんうん、宣伝なんかをしてても、いい、ね、みんなピンクでいるんで、ちょっとまあ異様な雰囲気が出ているんですけど今日は倉林さんに突撃インタビューをしたいなと思ってまして、はい、もうそろそろ来られると思うんですけれどもね、はい、ちょっと来はったらこう、あ、倉林さん来はります。どうもどうも、ご苦労様です。あ、ちょっと、ね、お話聞かせてもらってもいいですかね。ご苦労様です。どうぞどうぞ。すっかりもう真っ黒に焼けてられて毎日毎日大変やと思いますけど、はい、最終盤ですから、はい、このぐらい焼けとかんと何してたんや、ね、言われます ね、最終盤ということで、うん、改めて意気込みを教えていただけますかね。本当に1年なんですけど、政治が本当にこの間大きく変わったなと思って、民主党が政権交代して取ったのに、それがやっぱり国民の力で倒されて、二大政党って言ってたものの、結局自民党と変わらないと。でもう三極と言われたところも中身が自民党と変わらない。もう本当に今自共対決っていう構図がここに来て本当にはっきりした中で、日本共産党が受け皿だっていうところを最後までやっぱりしっかり伝え切って、勝ち抜きたい。比例代表でも京都選挙区でも勝ち抜きたい、そう思ってます。ありがとうございます。私たちもやっぱり今の雇用の問題とか憲法とか原発も含めて、本当に自分たちの暮らしとか命に関わってる選挙だなって思ってるんですけど、今若い方も見ておられるので、ぜひ若い方にメッセージをお願いします。そうですね、政治が変わらないってもう関係ないって思ってる人も多いかもしれないけれども、政治は本当に選挙のたんびに動いてるし、政治を変えるのは国民一人一人の一票だと。若い人たちが自分たちの未来、自分たちの権利切り開いていくように、変える主体者にぜひ今度の選挙でなってほしいな、期待してます。ありがとうございます。ありがとうございました。お忙しい中ありがとうございました。頑張ってください。行くぞ。いってらっしゃい。この後倉林さんは演説をされます。いやー元気ですね。元気ですね。いやもうなんかこう前半から、うん、追かけていたりしてもすごいこうパワフルな感じが今日も伝わってきました ね。すごく元気な候補者やなっていうのを思いますし、はいすね、私たちも頑張って国会に送り出したいと思います。はい、はい、今日の中継はですね、もう演説も始まったということで、はい、今日の中継はこちらで終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。投票行ってね。